友情のふりをして警察に立ち寄る、そんな男はどこの国の誰だ。友情を利用してダチの話を録音して警察に垂れ込もうとするやつと、市長を突き出せ、裏切り者の犯罪者だ。ああ俺が何をしたんだ、俺が何を言ったんだ、お前は何をしたんだ、お前は何を言ったんだ。そんな人種差別の垂れ込みなんて警察が一方的に受け付けるわけがないよ。お前はそんなせこいことして友情を壊さなければならなかったのか。誰のために、役所のために、上司のために、家族のために、自分のために、出世したいだけの役人だったんじゃないか。初めて会った時のお前は純粋だった。役所という名の上中心の水槽の中で変わってしまったのか。明るい明日の行政にお手伝いをしたいと燃えていたお前、俺はその時お前、どうせ地元の在日朝鮮人の子供たちまで差別されてることをお前は見てみるふりしかできないんだよって言ったら、そうじゃない、間違ったことにははっきりノーと言わなければいけないんだ、子供たちのために。俺の心に似ていたのに、市長、助役、上役、そんな奴に逆らったら生きていけないこと、俺の叫び声を聞いてお前は悟ったから俺の勉強会に来てくれた、参加してくれた。なのに役所という名の水槽の中でお前は魚になって逃げていっちゃった。上を見て、上の弾圧に負けて俺をみんなと一緒に警察に突き出そうとした。水槽の中でアップ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 している、まるでお前は負け犬だ。ダチダチ、お前は血も涙もなくなった。ダチダチ、あやっぱり出世のためならダチを切る。役所という名の水槽の中で俺の腕を掴んで外に放り出すぐらいのことなんてやってのけられるのさ。生きていくためには仕方がないのか。こんな時市民相談、区民相談、都民相談も役立たず、そんなもの形だけのもの誰のためにあるんだ。信じ上がれの都知事、区長、市長、上役は責任逃れ、陰で部下に在日差別をさせる。サンバカ市長、金子、吉尾、長友、そして中根助役、小西と共に、俺の勉強会をパカにした奴ら、ああお前たちに何ができるって言うんだ。ああたちは俺の勉強会に行けば、ああ何でも分かると言ってくれたやつだった。お前のその言葉で諦めそうになった俺の心がもう一度蘇ってきたのに、一緒にやっていこうと思ったのに。ただいまの歌と団体名個人名などはそっくりでも実在の方とは一切関係ございません。いい人がたくさんいてそっくりです。いいところは信じて結構ですが、悪い人のところは
信じなくて結構です。フィクション、フィクション、ハクション。恐怖は、タ作り。タ作りじゃありません。理念集団に載ってますよ。誰だい？俺の陳情書を却下したのは。